はい、皆さんこんにちは、リュアです。今月のベジーディッシーズのテーマは、スイーツです。スイーツでね、今月はね5本の動画を合計で出すんですけど、そのうちの4本をあのパフェの作り方の動画にしようと思っています。でパフェってね、僕皆さん家で作んないですよね。僕も作んないです全然一回も作ったことないです。自分のためにあのカフェをやるときとか料理教室をねやるときぐらいしかねあの作らないんですけど、まあその作り方を公開するのも面白いかなと思ってパフェにしました。でパフェって言ってもあのレシピの数がすごい、何種類だったかな、多分7種類ぐらいレシピがあるんで1本の動画には収められないんでね、こう毎週ちょっとずつ紹介していくんですけど、1本目はなんだっけな、もうね、多すぎて覚えてないんですよね。あ、グラノーラとパウンドケーキだったかな。まあ、何やるんだっけな全然覚えてないけど、まあとりあえず作っていきたいと思います。多分パウンドケーキです。やっとねグラノーラとパウンドケーキ今日焼いたんですけど、もちろんこのグラノーラもそのまま食べても美味しいし、あの豆乳とか入れてね朝ごはんとして食べてもいいし、パウンドケーキもそのまま食べても美味しいし、あの特にパウンドケーキなんかはあの自分好みに味をアレンジしてもいいと思います。ただねこのパウンドケーキを味をどうやって変えるかっていうのはね、こうある程度やり方があるんですけど、ちょっとね一言では
伝えきらないので、もしあのこういう味のパウンドケーキが食べたいんですけどっていうリクエストがあれば、あのコメントくれれば、あのコメントで、まあ、こんな感じのレシピで焼いたらいいんじゃないみたいなのをあの返しますので、まあ、もし何かこういう味の パウンドケーキが食べたいですっていう人はね、あのコメント残しててください。気がついた時にコメント返します。 では来週は何やるんだっけ。来週コーヒーゼリーとソイクリーム、コーヒーゼリーの作り方と、あと豆乳でクリームを作るやり方ですね、その2つを紹介したいと思います。それではまた来週。